緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。人気のラムゲットまずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。アンロヒエラ、ピーコレと競り合うように出ています。中央シンメベーギー、内側に生き抜き一つを並ぶ形、その外にウッドピルペ、一橋ほど離れアビレ、外から追走オーエル、カトノエピ続いています。そのうちにシシュポス、タキはこれから第一コーナーに向かっていきます。道を差がなくボンドボーイ、外外を回りましてラムゲット、一馬審査でイーモノコーダーアビレ、その後ろマトコロクサノコ、外外を回りましてヒカノヒーロー、その外に国のコキメキ、最高峰からクロインポッサル、先頭からしんがりまではおよそ15馬身。本日のドリームレース、私自身も非常に興奮しながら実況しております。さあ先頭はどうなっているでしょう。前半の 1000m を通過しました。62秒台平均ペースで流れています。先頭はここでピーコレット、外外を回りましてアンロヒエラ、中央のシンメベーギー、並ぶように打ち生き抜き外外外を回りましてミッポクルペ、さあ各馬ここから差を詰めていきます。先頭はまだピーコレット、その差1馬身、残り600のハロン棒を通過しました。2番手追走はアンロヒエラ、3番シシュポス、ここで上がっていった。各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。ラムゲット、そこから届くのか。内からピンポレット、シンメベーギー上がってきている。アビレ現在3番手、シシュポス上がってきている。ボンドボーイ当たりも来ている。マクロピサノコ追いすがり、残り200、アンロヒエラ先頭、ものすごい足でラムゲット突っ込んでくる。ラムゲット先頭、アビレ、アンロヒエラ上がってきた。単独先頭、ガッツポーズでゴールイン。ラムゲット快勝。1着ラムゲット、2着入選はサトノエピック、そして3着にマミレ。勝ちタイムは2分4秒4、勝ったのはラムゲット。各馬ゲートに収まり、スタートしました。人気のラムゲットまずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何がいくのでしょうか。ピーコレット先頭を伺います。差がなくアンロヒエラこれに加わっていきます。2、3馬身ほど離れてウッドプルペ、並ぶように打ち生き抜き、中央シンメベーギー、そのうちにボンドボーイ、その後方からオーメル続いています。その外にサトノエピ、外よりイーモノコーダーアビレ、うちに4番アビレ、続いて差がなくシシュポス、ラムゲット続いています。続いて国のコキメキ、ヒカノヒーロー、内を行きます。内側にマコトロクサノコと並ぶ形、そしてシンガフにクロインポッサル、先頭からシンガリまではおよそ15馬身。このレース個人的に注目している馬はシシュポス。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭はここでアンロヒエラ、前半の 1000m を通過しました。62秒台やや遅いペースで流れています。ピーコレット、内を行きます。中央のシンメベーギー、ウッドプルペ続いています。内の方生き抜き所長、その後ろにはボンドボーイ、シシュポス、少し上がってこの位置。さあ徐々に後続が差を詰め始めます。ほとんどリードがなくなってきました。先頭はアンヒエラ、残り600のハロン棒を通過しました。ピーコレット並ぶようにして2番手、2番マコロピサノコ、ここで上がっていった。各馬第4コーナーを回って直線コースに向いてくる。ラムゲット、そこから届くのか。シンメベーギー現在3番手、ウッドプルペ追走、シシュポス現在4番手、アビレ上がってきている。生き抜き所長、当たりも来ている。さあ残り200、アンロヒエラ単独先頭、2番手のシンメベーギー遥か後方、アンロヒエラわずかにリード、ガッツポーズでゴールイン。アンロヒエラ快勝。勝ったのはアンロヒエラ、2着にはラムゲット。勝ちタイムは2分4秒3、勝ちましたのはアンロヒエラ。緊張の一瞬です。体制完了。今ゲートが開きました。人気のラムゲットまずまずのスタートを見せています。先行争い、さて何が行くのでしょうか。アンロヒエラ、ピーコレット、お互い様子を見るようにして出てきました。中央シンメベーギー、競り合うようにして外ウッドプルペ、内の方生き抜き
途中、その外に、里の駅、大野駅、宇宙行きます。ボンドボーイ、その内を通ります。シシュコス、続いています。各はこれから第一コーナーに向かっていきます。外から、アビで、外から追走。ラムゲット、内から、イーノの方だわりで、内の方、マコトのピハのここ、外の方から、クノインポッサル、外目からは、ピハのヒーロー、一番後ろから、国のときめき、こういった体勢です。このレース、個人的に注目している馬は、ラムゲット。さあ、もう一度先頭から見てみましょう。先頭はここで、ティーボレット、その後方から、アンモヒエラ、続いています。3、4馬身離れて、ウッドプルで、中央、シンメデーニー、その後ろには、イキニキ所長、外の方から、サトノエピ、内を見るようにして、オーエル、内側のこの位置に、ボンドボーイ、外より、アビレ、外から、差がなく、オレンジの帽子、ラムゲット。さあ、3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。ほとんどリードがなくなってきました。先頭は、ティーボレット、これを追って2番手に、アンモヒエラ、サトノエピ、差を詰めてきた。第4コーナーをカーブして、各馬直線コースに入ってきました。ラムゲット、そこから届くのか。残り400を切った。ウッドプルで、現在3番手、シンメデーニー、追走、シジュコス、上がってきている。アビレ、追走、オーエル、あたりも来ている。残り200を切った。単独先頭、続いて、サトノエピック、1頭抜け出した。続いて、サトノエピック、シンメデーニー、さあ、ここで頭一つ抜け出した。サトノエピック、今、ゴールイン。勝ったのは、サトノエピック。2着には、アンモシエラ。勝ちタイムは、2分4秒7。勝ったのは、サトノエピック。緊張の一瞬です。体制完了。スタートしました。人気のラムゲット、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。アンモヒエラ、ティーフォレンと競り合うように出ていきます。中央、シンメデーニー、内をじっくり、イキニキ所長、外から差がなく、ピンクの帽子、ウッドプルペ、一馬身差でラムゲット、内からサトノエピ、並ぶように内、ボンドボーイ、競り合うようにして外、シシュコス。各馬1コーナーを回って、これから向こう上面へと展開します。その外にオーエル、続いています。そのうちにアビで、続いてイーノのこだわりで、内からマコトロクサのここ、外から国のときめき、内をじっくりと、ヒハのヒーロー、そして新学にクノインポッサル、こういった体制です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあ、もう一度先頭から見てみましょう。先頭は現在アンモシエラ、内にいるのがティーボレット、3、4馬身切れて、ウッドプルペ、中央、シンメデーニー、内側に、イキニキ所長、並ぶ形。シシュコス、少し上がって、この位置、この位置にいます。オーエル、内を差がなく、ボンドボーイ。さあ、各馬、ここから差を詰めていきます。先頭はまだアンモヒエラ、その差半馬身。残り600の波乱棒を通過しました。2番手追走は、ティーボレット、そして間から、シシュコス、アンモヒエラ、4コーナーを先頭で駆け抜けます。アンモヒエラ、ティーボレット、2頭がわずかに抜け出したか、ラムゲット、ここから届くのか、シンメデーニー、現在3番手、ウッドプルペ、追走、シシュコス、追いすがる、イキニキ所長、追走。さあ、残り200、完全に、アンモシエラ、大きくリード、これは強い、ラムゲット、伸びてきている、ラムゲット、あっさりかわして先頭、ラムゲット、先頭、ガッツポーズでゴールイン、ラムゲット、快勝、1着、ラムゲット、その後、シンメデーニー、サトノエピック、この2頭の2着争い、勝ちタイムは2分4秒7、勝ちましたのは、ラムゲット。